Hello, this is Kanako. 今日は今こそ自分と向き合って自分のことをよく知り、そのことを発信しようということについてお話ししようと思います。今みんなお家の中にいて、あまり、他人と会う、機会が少なくなります。だから、逆にこれは自分と向き合うチャンスだと思って自分の、ことをよく知ってください。まずは私という人間は何をしているのか。時間というのは、見えないです。でもどんどん流れていきます。だからまずは自分の行動を、紙に書き出してみてください。それをだいたい 2,3 日続けているともう自分のルーティーンというか時間の使い方が分かってきます。どんなふうに時間を使っているのか、無駄な時間はないだろうか、ここをもうちょっと、改善できるんじゃないかな、寝る時間、起きる時間をなるべく一定にしようとか、そういうふうに、見える化をします。そして、この今こそ、自分のことをどんどん発信していこう。そのじゃあ私とは何が好きなのか、何時間でもやっていられることは何なのかと分かったら、それをぜひ発していってほしいです。例えば、今みんな SNS とか YouTube を見る時間がとても増えると思います。そういう時に、じゃあ見られる側でいるのか、見る側でいるのか。もう今の世の中は、発信しなくても自分の情報はどんどん漏れていってしまいます。例えば Facebook はあなたが、どんな食べ物が好きで、最近誰と一緒に、お話をしていて、どんなことを発信しているのかっていうのを全部お見通しだし、まあ、SNS もそうですけど、全部あなたのことを知っています。あの検索もそうです。もしあなたが何か白いドレスを検索したら、あ、この人は白いドレスが好きなんだなと思っておすすめ画像とかたくさん出てきます。もうそれはもう自分で発信していない、ブログとかを書いているわけではないけれども、でももう、Google さん、 Facebook さんとかもう SNS の、企業にはもう全てお見通し。だからどうせ自分の情報が漏れているならば自分から発信しようと。だから YouTube とかまだ自分でやったことがなくて見ているだけという人も、やってみてください。まあ、とにかく、おすすめは毎日やること。そして途中、大体みんな途中でやめます。なぜなら反応が薄いから。でも反応が薄くても、続ける。なぜならば100からがスタート。まずは100投稿をする。ちなみに毎日毎日コツコツと同じ時間に。そう、誰か、投稿するコツというか考え方というのは、その誰かにいいねをもらおう、コメントをもらおうではなく、まずは主催者に気に入られる、インスタさんに気に入られる、 YouTube さんに気に入られる。どうやったら気に入られるのか。よく使うこと、同じ時間に投稿すること、一貫性があること。なんかいろんな変なことをやるんじゃなくて、その世界観、ちゃんといつも同じようなことを話しているっていうのが大事だと思います。そして、その、あの親元、例えば YouTube さんに気に入られたら、そしたらいろんなところでおすすめをしてもらえる。だからみんな、この、おこもりの時間に自分のことをよく知って、自分のことをもっと発信していこう。今が本当にチャンスだと思います。コロナでできないことではなく、できることを探していこう。今日のまとめでした。じゃあこの動画が気に入った人はチャンネル登録よろしく。 OK、 バイバイ。